性的元気妖怪体操第一全国のスケテキ元気ファンの皆さん、こんにちは。はい、ということで、こんなねリクエストをいただいたので卒園終了ということで妖怪ウォッチリクエストいただいたので歌ってみました。だいぶ間違いだけどね、さすがに知らねえ妖怪体操をギターで弾くっていうの斬新だねと、でこれ今日は妖怪ウォッチのキャラメルコーン買おうと思ったんだけど、なんか手に取ったのこっちだったの。これババン、森永スペシャリテポップコーン、ゴルゴンドーラチールとクラッシュアーモンド、パッパラーン、イエーイ。シャキン、妖怪ウォッチ関係ない、全然関係ない、全然関係ないぞ。なんで妖怪ウォッチキャラメルコーンがここにあったのにさ、あ、これで歌ったらいいわと思ったら、あ、思ってたよね、思ってたのに、ふわって上見たらこれがあったの。あ、これなんかすげえ、これなんか買ってみると思って、はって買ってさ、妖怪ウォッチのキャラメルコーンを買うの忘れた。伝説だ、伝説がね、妖怪のせいです、これは妖怪のせいでございます。そうなのね、なんですか、一大事はございません、ございませんってこと、喋れてないし。はい、ということで、クラッシュアーモンド濃厚キャラメルと、ゴルゴンドーラチーズ&まろやかハチミツというね、スペシャリテポップコーン、丸くてふんわりしたポップコーンをコク深いキャラメルでコーティングしました。クラッシュアーモンドを散りばめた大人のための贅沢なポップコーンでございます。大人のための、ここがね、大人のための、丸くてふんわりしたポップコーンをまろやかな蜂蜜と風味豊かなゴルゴンドーラチーズコーティングしました。大人のための贅沢なポップコーン、大人のための、大人のためのさ、いや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 、これが美味しそうだった。噂になってるかどうか別として美味しそうだった。クラッシュアーモンドから食べてみようかな。オープン、開け口とか開いてるのに開けれない。お、中身あるね。あー、すごい、これは美味しそうな匂いしてますね。こんな感じです。一粒一粒がね、割と美味しそうなスペシャリテポップコーン、クラッシュアーモンドの方を食べてみたいと思います。いただきます。あ、うん、美味しい、これ、うん、あ、柔らかい、うん、キャラメルポップコーンあるじゃん、よく売ってる、あの塩とキャラメル、あのキャラメルのちょっと豪華版、うん、これ美味しい。じゃあゴルゴンゾーラチーズの、ゴルゴンゾーラって言いにくいよね、なんかドラクエの敵みたいなね、ゴルゴンゾーラって、なんかこう歩いてたらゴルゴンゾーラが現れたみたいな、あーみたいな、よう見たチーズなんやけどね。あ、こっちすごいチーズやわね、これ結構こっち側はチーズ、見た目では分かんないですけど匂いはかなりチーズなんですよ。ではこれいただきたいと思います。いただきます。ああ、なるほど、うん、チーズの風味がファッとやるんだけど、蜂蜜入ってるんじゃん、だから甘みでカバーする、意外とチーズと蜂蜜が合ってる、これうまいな、このシリーズ。ただこれあのジッパーついてほしかったね、封できるようにね、それがちょっと残念かな、食べきらないと封開いたまんまになるからな、それが欲しかったなと思うけど、これ両方当たりじゃね、うん、これ美味しいよ。どっちが美味しいか難しいな。うーん、だらららら
ババン、こっちかな、やっぱりこ定番絶対キャラメル。でもね、意外とこっちも美味しい。そのチーズっぽい味じゃなくて甘い系の、でもチーズ風味、こう面白い感じかな。これは好み分かれると思う。こっちは絶対間違いない。キャラメルポップコーン好きな人絶対こっち、こっちも捨てがたいんで、なんか両方行ってみてみたいな。はい、ということで、森永さんのスペシャリテポップコーンでございました。一度食べてみてください、結構うまい、ということで皆さんさよなら。最後までご視聴ありがとうございました。はい、ゆうすけ的天気はチャンネル登録、コメント、高評価、どん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 募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それから Twitter、アメブロ、Facebook、ツイッター全て含めてゆうすけ的天気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。